速稼塾の久保です。今 FX の相場解説を終えました。まあ、私はね、この2年近くもう FX の毎日相場解説をしているわけなんですけども、その相場解説をね、動画に撮ってアップロードしているわけなんですけども、 FX に興味を持った方の、まあ、情熱といいますかね、熱意といいますか、非常にね、弱いと言わせていただきます。 FX、 あ、すごい可能性があるなと、力をつけるぞと思って毎日のようにね、少しの時間でもいいんで毎日のようにやって、未だにやっている人ってのがどのくらいいるかなと思うと、一時期やめてしまいましたって人がね、いるんではないかなと思いますよね。なんでやめてしまうのかと。当然勝てないからやめるってところもありますけども、それは最初は勝てないですよね。最初は勝てないんですけども、勝つために何に気づくかってことがすごく大事だと思うんですよ。今日の相場ではなんですかね、アセンディングトライアングルっていうものが私は気づきがありましたし、まあ、もっとね、放送の中で言ってないんですけども、まあ、2点底3点底っていうのも見えてくるわけなんですよ。 W を見たりとかね、まあ、そういうふうないろんな形を見るとチャートを見てるだけで楽しいなと、テレビ番組を見るようにチャートを見に行こうみたいな感じになるとね、いいなと思うんですよね。まあ、そうするためにはいろんなことを暗記しておかなければならないってこともありますし、いろんな相場解説例にも出会っておかなければならないんですよね。そして大事なのがアウトプットしているってことだと思います。自分の相場解説を世間様に晒していくってことでね。で、まあ、その相場解説が、多くの方に見られるのか、それとも誰にも見られないのか、こういうところでもモチベーションが維持できると思うんですよ。で、それで批判を受けるってことも大事です。そんな相場解説は変だよとかね、これはこういうふうに見た方がいいんだよって言ったら、それが学びになるわけなんですよ。どちらにしても得なんですよね。自己表現をしないことによって得することってのはないんですよ。実は引っ込み思案とかね、人見知りをして得することはありませんし、そういうふうに自分のことをさらけ出さないことによって得をするってことはあんまりありません。もちろんね、自分のことをさらけ出して損することもあるんですよ。損することもあるんですけども、差し引いて得することの方が大きいと私は思っています。言ってみれば、私はアウトプットを繰り返すことだけでですね、ここまで来たとも言えますしね。自分の購入したものを見せていくとかね、自分の考えていることを話していくとか、自分が間違ったことをね、懺悔していく、こういったアウトプットを持つことによって多くの方ともつながっていけるのかなと思うんですよね。考えてみればね、私もね、当然ですけど失敗もありますよ。で、うまくいくこともありますと、まあ、それを自分なりの視点で等身大のメッセージを発信することが、まあ、私はね、好きなのかなと思うんですよね。はい、それでですね、昨日から話題になっているこのプラストークンというものがありましたけども、このプラストークンに関しましても私はよくわからないんで、よくわかりませんという動画をね、昨日上げたわけなんですけども、そこからプラストークンの話題を離れて、まあ、別のね、いろんな楽しいことに広がっていったかなというところで、まあ、今日に至るわけなんですよね。さあ、今日の動画のまとめになりますけども、いろいろ話しましたけども、まとめとしてはですね、今日話したこととは全く違うことを話すようになります。それは依存するなってことですね。どんなものにも依存しない方がいいと思います。その一枚岩と言いますかね、それがなくなったら困るみたいな状態っていうのは一番脆弱なんですよね。何かがなくなっても大丈夫みたいなことをしていくっていうのが、ポートフォリオというものかなと思いますし、危険回避、リスク回避だと思うんですよ。今水道が出なくなったらどうしようと、ペットボトルの水がいっぱいありますよって状態にしておけるのか、それとも今収入源がなくなったからどうしようと思った時に、きちんとですね、新しい収入源が確保できるような、そんな、ね、考え方をしているのかとか、もしね、好きな人に振られたらどうしようとかね、振られるのは悲しいんで私もね、打つ手がないですけどもね、どうしましょう。誰かね、回答を持っていたら教えてほしいなと思います。まあ、振られないように一生懸命とね、生きていくことなのかなと、誠実に凛々しく生きていくことなのかなと思っております。まあ、それでは今日はこんな感じですかね。依存せずに誠実に、責任感を持ってね、やっていきましょうということですね。それでは本日は以上です。失礼します。